春はりんごの糸花ざあかりよ。青森といえばりんご。でもこれから紹介するのはりんごの実ではありません。弘前市にあるピッツェリアミーア、オープンしてから2年のお店です。店内には石窯、ピザ専門店です。店内ほのかにリンゴの香りもするんです。これです、これリンゴの枝。そうなんです、リンゴの枝を薪に使ってピザを焼いているんです。うちのピザを召し上がったお客さんが、生地が美味しい、薪の香りすごいいいねって言うんですけど、リンゴの薪を使ってるっていうのがあって、これ東京でピザを、食べた時ってもちろん薪の香りはするんですけど、ここまで強烈な香りって、そんななくて。リンゴの薪は火の持ちが良く、燃やすと爽やかな香りが強く出るのが特徴です。作っているのは毛利恭平さん、東京都世田谷区出身。東京で三つ星レストランのシェフをしていました。弘前に訪れた時に食べた食材や出会った人に見せられ移住を決意しました。で、地元にいい食材、ミルクもあると、これ使わない手はないっていう技術が乗っかってる分、負けないって思ったんですよね。青森県産ジャージー牛のミルクは味が濃く深みがあるのが特徴です。お店の中の工房でチーズを作ります。モッツァレラチーズ、料理に合わせて熟成具合を確認しながら使います。トマトソースのトマトもバジルも自家農園で育てたもの。チーズをたっぷり乗せて焼き上げます。美味しいです。まず最初にサクってくるんですよね。その何でしょう、外側の1ミリぐらいがですか、サク。その後もち、そしてチーズのビヨーンが続きます。生地、チーズ、ソース、すべてがマッチした感じ。常連さんにも聞いてみました。日本一って言えばいい少なくとも弘前では一番おいしいかもしれないと思います。地元で作ったものが多くの人に支持されていくとかで、そういう姿を見て地元の人が、なんか地元でもこんな頑張ってるとこあるんだなとか、あ、自分たちの住んでる地域って捨てたもんじゃないなとかって思ってもらって、こう前向きに元気になっていったらいいかなと思ってます。ミーアのピザはお取り寄せもできます。こちらのお店の商品は弘前市のふるさと納税の返礼品にもなっています。自家製カマンベールチーズなどスイーツも人気のお店なんです。